はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は僕も使っている Easy Base、 これのですね、エクスパンション、いわゆる Easy Base 用のプラグインが新しくいろいろ発売になったということでメールが来ていまして、それをこう見ながらですね、少しご紹介をしたいと思います。僕は別にトーントラックと何か関係があるわけでもなく、ただなかなかたくさんのこのライブラリーが出ましたので、皆さんもゆっくり見るというのはしにくいと思いますので、いわゆる一気見できるようにいいとこ取りしてご紹介したいと思います。後ろにありますように、 Easy Base というのはまあこんな形のパッケージになっていまして、これが基本になるわけです。何がいいかと言いましたら、まあ、今までとは少し違ってですね、フレーズの作りやすさ、そしてこのソフトの中にミディピアノロールがあって、そして今までアーキュレーション、いわゆる奏法ですね、奏法を設定するのにはミディのキーコードを送ったりとか、そういうことをしないとなかなかできなかったので、 DTM 初心者の方にはとっても難解な部分がありましたが、それをメニューから選ぶだけで、例えばスライドができたりとか、スラップ奏法に変えたりとか、そんなことがいとも簡単にできるようになっています。そこらのところはまた概要欄にも貼っておきますので、僕がこれが発売された当初に作ってかなり皆さんに見ていただいた、またその動画もよければご覧ください。村長ミュージックスタジオ。それで今回発売になってたというのは、今画面にありますように、もちろんこの Easy Base Line という基本ソフトですね、これは以前からあったわけですけれども、そこに機能拡張としてエクスパンションズって書いてありますけれども、クラシックロックというバージョンと、それとゴスペル、そしてメタル、大きく3つのベースがですね、できたわけです。いわゆるこれには音色というものが入ってまして、これを購入すればいろんな音色が使えるわけですけれども、難しいのは僕なんかも含め、今もたくさんのベースソフトを持っている方には、まあ、この一つ一つが75ユーロぐらいするんですよね。消費税とかいる場合も含めて約1万円ぐらいでしょうか。まあそれよりもですね、僕の興味は今回の紹介するところは Easy Base MIDI ですね。この Easy Base とともにとっても検索もしやすいこの Easy Base の MIDI が29ユーロぐらいで売られてるのでですね、僕はまあこの MIDI フレーズをいろんなジャンルを持っているとかなり即戦力になるということで、この Easy Base MIDI というところをちょっと注目してご紹介したいなと思います。ともあれ、この Easy Base には一番基本ソフトを購入するとかなりたくさんのフレーズがもう入っています。これからそこらを紹介していきたいと思います。まず、これはモダンと呼ばれる分類に入っているものです。
はい、まあ、このようにモダンのパターンがいろいろあるんですけれども、他にはヴィンテージというのがあります。いかにもヴィンテージフレーズらしいですよね。はい、そして最後に紹介するのはアーキュレーションがどんな感じにあるか分かりやすいサンプル、これが掲載されています。いい感じのスラップですね。次はまあピッキング、はい、ヴィンテージのフィンガーということでした。次はヴィンテージのピック奏法ですね。こんな感じに基本のイージーベースを買うだけでこういう風にたくさんのフレーズが入っています。まあ、今回はこの新しいイージーベースミディですね、一番下の3つ、ここにはどんな感じに収められてるか、そこらを見ていきたいと思います。その一つはブリティッシュインバージョンというね、まあ、ブリティッシュ革命というか侵略というか、そんな感じの意味でしょうか、そういうのがありまして、これのフレーズはですね、こんな感じです。まあ、60年代のブリティッシュをこうイメージしてるみたいですね。
こんな感じです。次の新しいミディフレーズはこうジャズですね。ラテンジャズということでこんなフレーズです。ベースのフレーズだけじゃなくて楽曲としてのデモがあります。僕のようにジャズのことがあまりよくわからない人間にとってはこういうフレーズがあったら便利ですよね。そして皆さんね、イージーベース初めての方はこういう、フレーズがコードに合わせたように自動に変換してくれるので、自分のやりたい楽曲でどう使うのか、そんなことは心配いりません。ちゃんとですね、うまくコード進行が合うように作る機能がちゃんとありますので、ノリだけをチョイスするような形で思っていただければいいと思います。最後にポップスです。ポップスのサンプルを少し聞いてもらいます。70年代のポップスをイメージしているようです。全体じゃなくってかいつまんでサンプルを聞いていただきましたけれども、なかなか時間がなくですね、サイトの方にうまくいけない方、そんな人のためにこれを作りました。
まあ、今回の新しいこの EasyBass MIDI の3つのバリエーションでどんなサウンドが入ってるんだろうというところを少し皆さんと同じように一ファンとして聞いてみました。まあ、この中で、僕は2つぐらいゲットしようと考えています。 EasyBass はとっても複雑なことができるのに初心者でも簡単なようなとっても素敵なベースソフトに仕上がっています。そして多分こうやってどんどん出てくるだろうと思っていたフレーズ集であったりとか拡張の音源集エクスパンションズですね、これがまあロック、ゴスペル、メタルと出てますのでかなりバリエーションのある音楽を作成できるんではないかなと思います。ご視聴ありがとうございました。村長でした。